はい、オッケーです。ありがとうございます。はい。では準備よろしいですか？はい、大丈夫です。ではカウントしますね。はい。五秒前、三、二、一。ネコマルのグッドナイトスリープ。はい、こんばんは、えーと。 時刻は1時半を回りました。ノットナイトスリープのお時間です。えーと、MC は男の子系 VTuber の猫丸と、はい、えー、ミキサーの百、えー、変化が得意な、えー、できる男キャンです。百変化が得意。どういうこと？<laughs> あのー、まあこの髪型なんですけど、はい、実はあの20代の時、はいはい、あのー、ドラマとか映画のエキストラを趣味でやってまして、はいはいはい。 あのー、髪を流す方向下ろすか形帽子をかぶるとかでいろんなあの変化ができるのではい、あのー、エキストラやるときに衣装をいっぱい持ってって1日56役とかやったことあります。やば一 <laughs> <laughs> 回ジョガン徳さんにワン、あのー、シーン終わったら着替えと違う格好して座って待機しておくんですけどあの、はい、見つけられなかったらしくてパーって,って振り返られて1時間ぐらい放置された後に。 あ、キョウさんだって言われて。あ <laughs>、キョウさんもう、もう変えたんですね。あ,あ、全然気づかなかったって言われて。<laughs> でも、めっちゃ天才俳優じゃないですか。<laughs> いや、あの、背景にとき込むのだけは得意ですね。<laughs> ああ、なるほど。はい。わ <laughs> かりました。了解です。はい。何度か一応セリフももらったことあるので。<laughs> 女性にふあセリフも何度か一応もらったことあったので。なる,なるほど、なるほど。はい。 そのうちキャンさんのちょっと演技を見せていただく機会もじゃあもうけさせていただいてあ頑張ります <laughs> できるとこありがとうございますじゃああの新年最初の放送ということではい、はい、皆様明けましておめでとうございます明けましょうおめでとうございますはいこちら今年もよろしくお願いいたしますお願いいたしますはいこの番組は埼玉の私の自宅より1時まで放送します皆様最後までお付き合いください この番組は男の家 VTuber の猫丸が男の子の秘密についてお話ししていったり、歌を歌ったりする番組です。この番組ではメッセージを募集しています。えー、Twitter で猫丸、ね、男の子で検索していただいて、私のア,アカウントから、えー、とリプライや DM でぜひ送ってみてください。えー、また番組は同時に YouTube で生配信しております。 ねこまるのツイッターアカウントの放送開始のツイッターから閲覧してコメントでご参加いただけたら幸いです。えー、また番組はリスラジというアプリで全国どこでも無料で視聴していただけます。ぜひご活用ください。えー、それではここで1曲お届けいたします。はい。ではよろしくお願いします。はい、えー。スマップさんの「男って何?」という曲です。聴いてください。 「男それは強く」「男それは謎」「男それは夢」「男それは愛」「男それは熱く」 「男それは嘘」「男それは希望」「男それは俺」「男って男って」 はい、ありがとうございましたー。ありがとうございましたー <laughs> あの、スマップスマップって昔やってたじゃないですか。はい、ありましたね。はい。あの中の竹の塚歌劇団っていうコントああ<ー>あの、の歌劇団さんをちょっと、あの、なんですか、真似したコントの中の歌です。あ、そうなんですよ、ね。あの、のこんな歌あったんだと思って、びっくりしましたね。<laughs> 一応なんか c d 化とかはしてないですね。<laughs> あーあ、そうなんですね。いや、でも深い歌ですね。新ですか。うん、コラボ。あ、なんかコメント来てる。コメント,メント来てますね。ああ、こんばんは。今日は何の配信ですか。コラボ。ああ、今日はあのラジオの配信です。あの、fm ギノワンさんで、あの番組を持たせていただいてまして。ね、こまのグッドナイトスリーブという番組です。はい はい、<laughs> 僕は FM 技能の,のスタッフのキャンと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。<laughs> というわけで、この方は、えっ、ー、とですね、桃鉄の配信から来てくれた方ですね。最近ちょっと私が<ー>あの桃鉄の,あの配信を頻繁にやってるので、はい、<laughs> はい、最近来てくれてるリスナーさんの方です。よろしくお願いします。<laughs> よろしくお願いします。えっ、ー、と、一応、あと、えっ、ー、と、番組で、えっ、ー、と、YouTube のコメントが、 はい、10件いくごとに、よろししくお願いします私がものまねを1個ずつ披露していくという <laughs> ことをやりますので、はいはい、よろしくお願いします。そういえば、僕も1個だけ得意なものまね思い出しました。何ですかあの、一人、日本昔話っていうのが得意ですね。何ですか、それ。<laughs> じゃあ、あのはい、僕は20回目、20コメント目で、じゃそれをやってみましょう、ね。あー なるほど、了解です。サ <laughs> キャンさんの一人昔話、はい、<laughs> 聞けるということでわかりましたじゃあ、えっ、ー、と、コーナー行っちゃっていいですかねはい、お願いいたしますはい男の子の秘密教えますはい、今週の男の子の秘密教えますのコーナーですが今回のお題は男って何<ー> <laughs> はい さっきの歌の通りなんですけどはい男とは一体何でしょうかっていうのをちょっとキャンサーと一緒に考えてみたいなと思ってなんでしょうね本当になんですかね僕も昔から結構その疑問を持ってる方だったんであっ当んですか,今持っか、はい、あのー、自分ははいあのー、女装とかそこまでの興味にはならなかったんですけどはい綺麗なもの好きなんですよ カラフルなものとか、はい、光るものとか、はい、だからちょっと女の子寄りな趣味が小学生の頃からあって妹とママごとするのも全然苦じゃなかったし、はい、女の子と遊ぶのも全然苦じゃなかったし、はい、だから誰とでも合わせられるみたいな学生だったんですよ。あすすごいですね だからい女性慣れしてるっていう感じはあったってことですよね。まあ一応男、男家族よりも女性の家族が多かったので、うん、あのうち家系的に、まあ、僕、ちょっとあの母子家庭で、はいはい、一応、父の実家に住んでたんですけど、はい、早くにちょっと父が事故で亡くなりましてね、あのはい、うちは兄弟が妹が1個した、弟が2個した、はいで、あとはもうおじいちゃんしかいなかったんですよ。 男、はい、家族ははいでもうちの家族めちゃくちゃ大家族であとうちの母もいれば、はい、おばさんたち2人もどう一緒に住んでるしはいであの、おばあちゃんもいるしみたいな感じでははいはい、はい、めっちゃ女性ばっかりだったんではい、はい、へーええと、ー、っと兄弟姉妹みたいなのが全員キャンさん以外はえっといやあの弟が一応言いはするんですけどはいはいはい まあ弟と一緒になんか男っぽいことするってわけでもなくはいまあでも僕が妹も弟も連れ回すのでどっちの趣味もやってましたねああそうなんですねはい <laughs> なんかあのちょっとしたなんか説説というか一応科学的な根拠はあるんですけどはいあのー、男性が多く生まれる家庭はあのー その夫婦の男性の方のエッチがうまい可能性が高い。へ、えー。<laughs> なんか、あの、ちょっと難しい話になるんですけど、はい、なんか、あの、生死の種類に XX 生死と XY 生死っていうのがあって、はい、あの、XY の方が女性になる生死。そうですね。そう、XX が男性になる生死。はい。えっ、えー、と、えー、室内で、 えと最初、て地内って,って,ってあの酸性らしいんですよ。お<ー>酸性の状態かなそう酸性の状態だと、はい、XX 精子は死んじゃうらしいんですよ、その中で。はい,はいはいはい。はい、で、まあ、XY 精子も強いから残る。お<ー>で,でもそのあの、愛液で濡れてくるとあの、中がアルカリ性になるらしいんですよ。はい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 。 そうすると、XX 精子も生き残ることができる。ああ、なるほど。はい。<laughs> なので、まあ、ちゃんと濡れてる状態で、あの、性行為をしたとして、まあ、半々だと思うんですけど、だから、下手な人だと、女性しか生まれない可能性が結構あるっていう。あ、なるほどですね。まあ、でも、女性しか生まれないっていうので、僕、よく言われてたのは、 はいあのー、僕、陸上競技やってたんで、やっぱりアスリートって、体温が高いんですよ、常に。筋、はい、肉量が多いんで。する、はい、とあの、まあ、精子部が、まあ、死にやすいっていうか、まあ、精子って、まあ、熱に弱いので、<ー>だから睾丸が,が外に出てるんですけど、はい、その熱の影響で、女の子ばっかり生まれるようになるよっていうのを、まあ今年やかにずっと言われてましたね。へえ、そうなんですか。はい そうなんだ。ああ、そっか。その中でもうあれか、あの X X の方が早くあの滅消滅してしまう可能性が高い。そうですそうですそうです。なるほどですね。へえ。お不思議な男性を持っているように感じますね。まあ,あ <laughs>、まあ、そうですね。多彩な男性なんですかね。これは。<laughs> まあちなみに男性になるっていう過程の中でも、実は実際一回最初女性の形としてでき <laughs> でそこから変異していくうですね、なんかあの XX 精子の場合は、中で、あのなんだっけ、なんかシャワーが出るんでしたっけ、シャワーみたいなのがなんか出て、はい、それによって、なんかあの、男性の体になるらしいですね。もともと卵巣かになり,なりそうだったものが、どんどん外に出てきて、抗がになるっていう。はい、あそこなんですね、なるほどですね。はい へえ。外に露出するんですよね。うん、はいはいはい。<laughs> だから男の子はみんなあの、あれなんですよ、X メンなんですよ。え <laughs> 突然変異なんですよみんな。はい、X メン。Men、<laughs> はい。えっと、ミリひトさん、こんばんは、どうも。えっ、ー、と、んはこんばんは,の方はなんかあの、これサブアカウントで、本当は結構なんか人気な YouTuber の方らしいです。えー <laughs> 誰だろう,誰だろうそれは教えてくれないですよけどなんか結構まあだから見る,見る専用アカウントっていうことに見る人っていう名前になってるらしいですねへえすごいですね <laughs> なんかね教えてもらいたいですよね教えてもらいたいですね <laughs> 下ネタって言われてますね <laughs> いやあのこ科学的な話をしてますからねはい科学的な話、はい、サイエンスの話をしてます我々は <laughs> そうですサイエンスの話です、はい はい、いやだからもともと女性の体の方が頑丈にできてるはずなんですよねそのおつから言うとうんなんか男性っていうのはその性別学的になんかサブ的な存在になってしまうんですかねその考えからいくとまあそうかもしれないですね先月、あのー、担当してる芸人さんの番組でも似たような話になってはい男の人って風邪ひいたら弱いよねって あーなるほど <laughs> あの37.5とかでもう死ぬんじゃないかぐらい苦しむよねっていうはい話をしててめっちゃ盛り上がったんですよただ女性にはこれは絶対伝わらないと <laughs> ああそっか女性は分かんないですもんねな,なんなら38度ぐらいまで全然ピンピンしてる女性もいるとうううんうん、うんあれはなんなんだっていうのですごい盛り上がりましたけど <laughs> なるほど <laughs> 僕さっきも話した通り、あり筋肉量多いと体温上がるってじゃないですかはいはいはい平熱が37なんですよおお高いすごい,いはい <laughs> じゃあギャンさんキャンさんは人肌恋しくなったらぜひキャンさんのところに行ってもらえば <laughs> 温めてあげますよって <laughs> 37度で温めてくれる <laughs> <laughs> そこら辺の人より暖かいです素晴らしい 握手したときに、<い>熱、熱あるんじゃないですかって言われること、結構ありますね。ええー。<laughs> それ考えると、じゃ、ボディービルダーの人とかもあ、あ、あったかいんですかね。あったかいと思いますよ。相撲、お相撲さんはどうなんでしょう。お相撲さんもあったかいと思います。お相撲さん特にじゃないですかね。脂肪もあるから。防音、あ、この、保温効果もありそうじゃないですか。 そ <laughs> そううでですすねねあり外に熱が逃げなくて熱も生成しやすいぐらい筋肉いっぱいついてるんで <laughs> すごいそうですね魔法瓶みたいな <laughs> そうですねそうですねお相撲さんね そういえばなんだっけ、なんかもう相撲さんって、おちんちん小さいっていう噂を聞いたことありますが、本当かどうかわからないです。いや、あの、体が大きいからそう見えるだけじゃないですか。ああそうかもしれないですね。あと、やっぱりお腹で隠れちゃったりとかするから。<laughs> ああなるほど。決してそういうわけではない。はい。<と>どんなに大きくても小さく見えるみたいな感じじゃないですか。<laughs> いや、でもなんか、私ちょっと話に聞いたんですけど、はい。 思春期にとってると、はい、あそこ小さくなるらしいです。あ,ーあそんなのもあるんですね。なんかなんだろうそのちゃんとあの栄養素が体全体に行き渡らないははいはいはいが、はい、の影響で、まあ、あとホルモンバランスも崩れるしみたいなところが影響してるらしくて。<laughs> なるほど。はい <laughs> ねえ、よろしくお願いします、ね。ごめんなさい、ごめんなさい、すみません。<laughs> <laughs> そうそう、ちゃんとした話に戻りますか。はい、男とは何ぞやと。何度や、何度や。いや、でも、男性、男性、私はなんか両方の立場から、なんか、ファンに見てますけど、はい。そうですね、なんか、男性、大変ですよね。な男って結構行きづらいですよね。 ちょっと行きづらいとこありますよね。はい。うん。なんか、あの、同じ掲示板に男性で書くときと女性で書くときがあって、はい。男性で書くと一件も返事が来なくて、女性で書くと10件、20件ぐらい返事が来るってことは、ざらにありますね。ああ<ー>。<laughs> 女性か女装か女装で書くとって感じですね。男とは美しい。<laughs> はい、美しいです。 男だけで生きるっていうのはかっこいいんですけど、はい、あのやっぱりこう人と仲良くしたいって思った時に、はい、譲れない自分がいるわけじゃないですかははいはい、はい、だからどっかで必ず衝突すするんででよねはい <laughs> だかからあどっかであの男としては生きるんだけども中にちょっとあの可愛いらしい少女を飼っているとあ<ー>なんか人生楽しくなるなって感じはしますけどね。ななるほどなるほほどど、はい <laughs> 確かかにそうかもしれないピュアな少女がちょっと中でちょ,ちょいちょいってあの引き戻してくれる感覚ですねはいはいはい <laughs> そっかまあ自分の中のストッパーというかねはい昔はやっぱり男は男じゃないといけないみたいなそういう時代だった時はみんな多分大変だったと思うんですけどあ今結構見てて若い子たちってみんなそういう中に少女飼ってるんじゃないかなっていうような男の子増えましたもんねはいはいはいなるほど <laughs> はい まあ昔の昭和のなんか大黒柱みたいなのは考え方はちょっと古くなってきたって話ですよね。まあそうですね。ドンみたいな構えて。うんみたいな。<laughs> いな星一徹みたいな人はなかなかもういなくなってきたっていう。<laughs> はい <laughs> なるほどね。あとねちょっと今日はそのこのコーナーの題からは外れるんですけど、はい、ちょっと面白そうなことをキャンさんとやりたいなと思って。ほう あと7分ほどですが、大丈夫でしょうか ?7 分ほど。まあ、はい、なんとか。言われたら、ちょっと嫌なことしりとり。はい、ああ、難しい。<laughs> はいはいはい。頑張ります。あーまあ、ちょっととか、はい、あの、ちょっとだけとか、なんか微妙にとか、そういうことは使わずに、はい、ちょっと嫌なことをしりとりで言う。<laughs> じゃあ一応ちょっと例を言うために私から最初に始めますね。はい。<laughs> じゃあしりとりの「り」から。はい。離乳食みたいな味して。るね。る <laughs> ね。ね <laughs> ね <laughs> なんだそれ。ねです。ね。<laughs> 寝てばっかいるんじゃねえよ。 ああはい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 ちょっと嫌だちょっと嫌だ <laughs> <laughs> よよよ, <laughs> よふかしすると早死にするらしいよよ <laughs> で帰ってきた <laughs> 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 よよくそんなものばっかり食べれるね <laughs> 大丈夫かこれ。ネットヨしか出てこない。<laughs> よくそんなものばっかり食べれるね。ね。<laughs> えー、ね。ちっこい性格してるね。ああ<ー>。あ、してるにしようかなじゃあ。してる,してるにしますうんうん、<laughs> る。 る。る。<laughs> る。お。思いつかない。思いつかない。<laughs> る。だめだ。あ<ー>普段。だめ <laughs> <た>だ。普段人を罵倒してないところが。 <laughs> あ<ー>優しいキャンさんが出ちゃいましたね。<laughs> いやー、これ難しいですね。難しいですね。<laughs> ねあのー、<laughs> ラップバトルやるラッパーの人たちを尊敬します。ああ、確かに。負け,ー <laughs> 負けたー <laughs> これ、あのー私が最近ちょっとハマってるしましまリスアニメさんっていうあ YouTube のチャンネルの中で動画でネタでやってたやつです。はい、えーこれあ、これ面白いですね。ちょっとリベンジしたいですね。 ああ、じゃあまた今度やりましょう。<laughs> はい、企画でいいと思います、全然。<laughs> えっとね、多分ね、YouTube のコメントね、10件いったかな、今。いってそうですよね。たぶんいったんで、じゃあ私、ちょっと1個だけモノマネ披露しますね。はい、超,超短いやつですけど。はい。マスオさん、サザエさんの。はい。えー、<laughs> いいですね。<laughs> ふうとくー。 <laughs> あ、それねできたらめっちゃ面白い。<laughs> <laughs> ふぶと君。<laughs> あの人できたら何でもできます。セルとかもできますからね。できますからね。うんうん。あと何分ぐらいですかね。あと三分半です。三分半か。はい。じゃあ最後にじゃあちょっとスタイル一番目だけ歌ってはい締めますか。はい、お願いいたします。はい。じゃあ聞いてくださいユリアさんのスタイルという曲です。 が「染められて赤く」「誰かの世界に」「壁の向こう側で叫ぶ」 ことで傷震えてた愛し始めた時からずっと別れがいつか来そうででかい身を探し続けて 世代の。涙のわが。自らが。はい、ありがとうございました。<laughs> ありがとうございました。残すところあと一分切りましたね。 了解です今日も。あっという間でした。あっという間でしたね。しりとりもうちょっとやりたかったな。ちょっとやりたいですね、これ。<laughs> ちょっとこれ、定番定番コーナーに追加しますか。はい。あの、<laughs> 本当に人バトするの苦手だなって思いました。ああ、じゃあ,あの、練習になりますね。いい練習になりますね。それ、需要があるかって言われたら、ちょっとどうかわかんないですけど。<laughs> いや、面白かった。面白かった。<laughs> <laughs> じゃあえっ、ー、と締めら締めさせていただきます。はい、はい、お願いします。ええー、番組に参加してくれた皆様ありがとうございました。ありがとうございました。ええは男の子系 VTuber のネコマルと。はいミキさんのキャンでした。はいそれではまた来週同じ時間にお会いしましょう。おつまるー。つまる。